今日は11月27日かの今午前7時40分ですね。はい、コンクリート枠ですね、これを5センチ幅で切ってます。で、このローラー台を作らなければいけないかなと思ってたら、この高さに大体合うようにですね、稲用の苗箱でちょうど良かったです。これを6個重ねるとちょうどいいぐらいの高さになりますね。ほらだから台を作る必要はないみたいですね。これを出してくる、いつも必要なわけじゃないから、長いものを切るときはやっぱこういうのがないと切りにくいんですよね、こうなるからあ、そういえば今朝面白いことがありました。ツイッター上にですね、安心してくださいパンデミックは終わりましたというような、ツイートがあって、なぜそういうことを言ってるのかということで、元ファイザーの副社長で科学者の方のその記事の日本語訳の URL が貼ってあったんですけど、まあちょっとツイッターそのものはFacebook にその転送するというか流すことできませんので、その画像とその、記事の翻訳Google 翻訳にそのページの Google 翻訳に行くようにって設定してある記事の URL ですね、それを貼って、Facebook に出そうとしたら制限を受けました。投稿制限ですね一時的に制限しますということで、はい、はい、そういうことがありました。で、早速それもキャプチャーを取って Twitter に流しましたFacebook がこんなことやってますよということでまあそういうことですよまあ普通の人はそんな制限受けないかもしれませんけど、だからフェイスブックは、コロナのパンデミックが終わるのが困るんでしょうね何せ 1% 側だから、はい、混乱させて経済を破壊すると、そして自分たちのいいような仕組みを作ると、それが彼らの今の戦略ですので。あ、これは、あ、これはダメだな、これ作り直す必要があるね。ほら届いてないじゃん1本。はい、そういうことで、5センチ幅のコンクリート枠ですねを作ってますということで、作業はもう撮影はしません。まあこういうことで着々と準備を進めてますということで撮影してみました。終わります。はい、午前10時45分ですね。今早速コンクリートワークですねを入れてます。まあ鉄筋を買いに行ったっていうのもあるんですけど、結構時間がかかってますね、やっぱり合わせなきゃいけないんで。はい、ね、はい、こっちが終わった分ですね。はい、こっちがまだっていうか、あ、この辺まで一応入れてるんですけどね。だいたい高さも見ながらやってます。はい、この枠もしてるから35体もいらないかもしれませんね、砂バラス。だから1回20体ぐらいやってみて、それでどこまで行くかで2回に分けてやるタが無難かもしれませんね。砂利とかセメントも余るように買ってもしょうがないんで、特にセメントなんか固まってしまうんですねそのまましておくと、はい、だいたい幅はこの丈が25センチです。25センチプラスアルファでの広さにしてます。横幅ですね、セメントする横幅、はい、
な感じでぼつぼつやってますって まだあでそのこの打ち込みやつを竹でしようかなと思ったんですけど、竹じゃちょっと太すぎるし、こっち採石の方に打つ必要があるんで細い方がいいっていうことで10ミリ鉄筋を買ってきました。1本260円しかしないからあんまり、そんなに経費はかかりませんね、鉄筋の方は。はい、で、その鉄筋も25ミリで打ち込んでます。だいたいこれが5センチしか厚さがないんでそんなに長さ必要ないということで、はい。で、コンクリートをして水平を取りながら鳴らしながら外していきます。どんどん向こうからですね、はい。でこっちに、コンクリート枠が動かないように土もある程度入れてます、ね、はい。そういうことで、そういう作業をしてますということで、また撮影してみました。はい、終わります。はい、午後4時半ですね現在。はい、コンクリ枠が終了しました。設置がですね、これだけやっとけば後の作業が楽なんですよね。こっち方向の水平だけ取ればいいから、調合ですね。はい。あとは砂をかき集めてみて何体あるかですね。20体ぐらいできたら1回作業をやってみようかなと。コンクリートですね。はい、そういうことで、コンクリート枠の設置は終了しました。撮影終わります。